コザの裏側？魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けします。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側。はい、さーい、ぐすうよ、ちゅううがなびら。みんなちゃー元気ね。よんなよんなね。いやいろいろね、はい、あると思うんですけど皆さんね、うん、私手上げごてえなってやつさ、あやっぱこう抱っこしてるから、うん、うわ本当だ、今力入れてないよ、すごいな、毎日からすごい本当だ、やばいしょ、アンジェリーナ・ジョリーみたいな。あんないいもんですか、アンジー。じゃあアンジーと呼んで。そんなアンジーにですね、はい、今日ちょっとねお願いがありまして、何、またちょっとロケが行けなくなってる状況が今ありまして、しょうがないですよ、今回はミキトニーが選ぶ、過去もう400何十回もこの番組やってますけれども、はい、ミキトニーが選ぶベスト3、4、今言うわっていうダイジェストでございます。わかりました、はい、まあ、私もこの何コザウラ始まっても10年目に突入なんですか、はい、いろいろありましたよ、10年ですって奥さん。そうですね、皆さん聞いた、10年です、10年ですって、私、はい、もうお母ちゃんになっちゃったよ。そうだね、うん、あんな一番最初に出た時ね、ね、キャピキャピヤンキーギャルみたいなさ、本当あれは。あなたも書いてんの、あ、書いて、あ、言ってください。ボンソワ、ミキトニーです、どうも。ちょっと糸数さん、何宮島さん元気ですか。やっぱり一番最初のにロケに出た回です。はいはいはい、あそこバー花火だっけ、来ました。じゃあということで初めてのロケ、テンション上がった。ちょっと聞いて聞いて、あの小座の海っていうのはまずこう俺にこう従ってもらって、こういやいや、エイボーとサワちゃんです、どうも皆さん。それまでは確かロケに出てないんですよ、ずっとスタジオで V 見てたけど、いよいよやっとロケに出陣みたいな。だから僕のちょっと扱いもちょっとなんか邪険でした、邪険にするんじゃない。そう、私確かコートとか投げた気がする。投げられたね。あの時はまだあんまり仲良くなかった。仲良くなかったんですよ。あ、悪くもなかったけど、別に悪くもなかったけど、そうそうそうっていう感じでしたね。そうそう、懐かしいな。懐かしいでしょう、あの本当にあの界隈よね、あの花火今もある？あります、あります、うん、ある、うん、あそこすごいお気に入りでさ、HY のイーズ連れてって、あ、本当に、そうそう、飲んだこともある、当時は。ということはその1回目の流れでいくと、もうすごいインパクトのあるところがありますね。私だから1回目のロケでものすごいインパクトを引いてしまったわけです。覚えてますか皆さん。問題ないと思うんだよね。あ、そうですか。今日はここで締めちゃうよ。本当ですか。ミックスクラブ、ユーリ、ユーリです。ユーリさん、カメラ目線でバスン、はい、いいですって。ユーリさんはどんな具合のミックスなんですか。完全なるミックスですね。ということは男性と女性の、はい、負けてるし、私どうも負けてる、負けてる、何が負けてるか俺言おうか、うん、どんどんしてよ。お邪魔します。大変なことになった、宮島さん。おすすめな女の子、おすすめみたいな。どんまー、とんかちゃん、とんかちゃん、目に蝶々ついてるよ。とんかちゃんね、とんかちゃん、目に蝶々ついてたの覚えてます皆さん。覚えてますよね、え、あの時私もちょっとついてたけど、もう日にならん。元気かな、とんかちゃんね、元気かな、どうする、大阪でラーメン屋とか言ってたら。私にとってその時間がすごく楽しかったんですけど、やっぱりこう、うん、コロナがね、うん、コロナ禍になってしまって、それもなくなってしまって、ちょっと寂しいところではありますが、はい、また復活したいなという気持ちも込めて、はい、夜ロケの第一発目の回をちょっと1位にさせていただきたいと思います。まあ、あえて強いて言うならね、うん、じゃあ他にあと2つ選んでほしいんですよ。2つね、第2位、うん、じゃあ第2位これでいきましょう、はい、いいですか、はい、日本語禁止の会。国際色豊かなコザをね、うん、実証してくださいと。どうやって実証するか、うん、我々今日日本語使っちゃダメです。私たちだけじゃなくてみんなって言ってたってことは、うん、カメラもディレクターもみんなだからね。シャッ、ね、ニハオ、オラ、オラ、Hello. Hello. And how you doing? How you doing? Ah. What are we doing? Wow, I have no idea. Chinese traditional clothes or something. Like a kyeonsi? Uh-huh.
Kyonfi. What do you think about Koza? Yeah. This place. Yeah, this place. We love it. You love yes. it? Yes. Very nice. Yeah. Very nice. Really? Yes. So where is that from? Louisiana. Oklahoma. Wow. Oklahoma. One more original cocktail. His name is Okinawa Youngster. Wow. Cheers. Sounds dangerous. Dangerous. Okay. Bad girl. Yeah. Hey, Eiko. Winner. Taste. Taste is good. Oh, Reservoir Dogs. Oh. It's juicy. Yeah. This is a Pulp Fiction. Tastes like Thank you very much. John Travolta. 要するにまあ英語縛りとか日本語内な口使っちゃいけないっていうような流れから行くときに、これはチャレンジだったけど。面白いね、それができるコザの街ってことですよね。そう、まあ、それから派生していくと、あのドル使ってみたいな回も、はいはいはい、監禁するところから始まって、ああそういう回もあったね、うん、あれも楽しかったし、なんかコザならでは、コザ裏ならではだなみたいな回だったと思います。じゃあ第2位は日本語禁止の回ね。はい、最高でした。はい、はい、で、あと一つ、あと一つか、あと一つ、まあ、まあ、コザ裏ってさ、うん、本当に台本ないじゃない？ないですね。で、段取りもあんまないじゃない？ないですね。全くない。全くないじゃない？ほぼないですね。っていうところからの、はい、まあ半分お試し企画みたいな感じで始まった、うん、クッキング覚えてます？あれさ、今でも思うけど、あれ面白かったな。もう、待って、コザのチャンプルの巨匠って誰？誰？誰だ？まず豆腐は手でちぎって使います。理由は美味しそうだからです。フォーク一つみたいな、一種類みたいな感じがするんですけど、はい、これも少し材料があって美味しそうな感じがするので、もやしのひげをチュクルっていう、うん、あ、チュクル、あ、何、これチュクルって、チュクルっていうんだこれ。そうそうそう、これさ、永遠とできるよね。なんかもう無になれるっつって。あ、なるほどね。巨匠を愛、うん、あ、宮古そば愛のね、そば、お母さんが、あの時は何だった、焼きそば、焼きそばだっけ。なんか、まあ、あったんです。あれはね、板長のお母さんかっていうぐらい似てたんですよ。そこやっぱこの番組は人じゃないですか。まあまあ、そうですね、そうです ね、おかげさまちよっていうあのフレーズがね、三つ国さんだよ。そう、あ、そうだ、三木谷じゃなくて三つ国さん。そうそう、だろう、懐かしい。認識してなくて。あ、そうだそうだ。宮島さん、三つ国さん、頑張ってください。頑張るよ。三つ国でいいの？三つ国、せーの、三つ国。あ、宮里じゃない、せーの、宮島さんに、三木谷さん、頑張ってね。おかげさまち。いや、まあ、とにかく 3,4 回はやったんじゃないですかね。やったやったやった、懐かしい。多分記憶に残ってないんですよ。そう、なんかね、もう本当にその場をやっつけるみたいな感じだったから、作ってる側もめっちゃ時間かかったけど ね、スタッフの平さんも料理するの好きだから、あーだこうだ、いろいろこっちでやるのも僕は面白かったし、ぎこちないのもありながら、ね、あれだから楽しかったかって、だからみんな見てる、見てる側がね。これでガートするの？ガート動かない、スイッチ入ってないんじゃない。いや、電気代を払ってきましたよ。いや、よかった。じゃあこれちょっと押して、はい、お願いします。気をつけてよ。あー、いいね、いいね。泡立て器がない、これじゃない、これでやれ。これでやれってことだよ。もうね、こういうことですね。まあ、そうそうそう、じゃあこれ入れるよ、もうこの番組怖い。もうこれを電源入れないで混ぜるってことでしょ。常にカメラつけた方がいい。あったあった、あったこれ
あのちょいちょい上見れっつってるけど、あの何をきっかけに見ればいいか全く分からないし。せっかくセッティングしたから。皆さん今日もチクってますか。チクってますか。どうですか。こういうこと上また見るよ。上見て前見ておい。忙しいわ。だからどっち見ればいいわけ。楽しそうだね、しげさんね。だからよ、いつも楽しそう。いつも楽しそう、確かに。俺あの人が笑ってたらさ、とっても幸せ。だったね。遊んでたね、本当にね。そう、だからやっぱこういうのダイジェストの話をやろう。忘れてるよ、うちら、うん、よくない。原点回帰も含めて。そうだね、まあ、いや、でも見てる人の方が意外と、視聴者の皆さんの方が覚えてるからかもしれない。ああ、だってなんだかんだ言って10年目なんでしょ、この番組ね。はい、結構なアーカイブですよ。だってさ、100回記念大々的、死に大々的にやりましたよね。やりましたね。市長も来てくれて。そう、パーティーしたね。パーティーしたさ。500回どんなする。どんなしようか。変わったんじゃない、宮島さんも。俺はどうかな、まあ多少変わってるでしょうけど、うん、人にはもう変わったね。でも確かにね、うん、本当によ、女って変わるもんよ。いやでもそれでもずっとここに座らせてもらえて感謝ですわ。まあ、この変化をね、はい、楽しむっていう意味では、ここから先1年2年3年10年と、はい、いろいろ皆さんこれからのことを考えるっていう意味でも、ちょっと振り返るっていう時間を今回はいいかもしれないですね、はい、そういう時間は私たちにとってもすごい良かった時間でしたね、はい。何が当たるかもう分からなくなってくると思うんですけど、はい。じゃあ改めまして皆さん、コザの裏側をご覧の皆様にですね、嬉しいプレゼントがあります、はい。番組よりキングスコラボ I love Acer T シャツ、こちら毎月5名様にプレゼントいたします。今月はこちら I love Acer、 こちら5名の方にプレゼントいたします、詳しくはですね、コザウェブ応募方法など詳しくはコザウェブをチェックしていただければと思います。はい、こんな感じで調べてきます。ごめんね。いいね、10年目も変わらずこんな感じでね。これはもう何がすごいってすぐ乾きますからね。はい、惜しかった。10年前って私25歳ってか、そうですよ、28歳。そうでしょ、27歳か。糸数美希さん、はい、宮島真一は10年前は、まあ、約10年前は30代ですね。38とかですね。ちょうど私ぐらいの。そうだよね、だって僕らは12個違うので一回り違う。あ、牛年同士です。そうですね、そうですよね、うん、そうですね。わー、最近自分 のリスナー、自分友達が、うん、ミキトに超綺麗な。ならんかった。いやでもそうだよ、だって10年前なんてね、あのヤンキーですから。ヤンキー、本当にヤンキーのゴリゴリギャルですから。マジで。本当。むせた。本当よ。でもね、ああいう時代があったからこその今の私だからさ、うん、でもやっぱこう20代30代ってちょっと、まあ30代はあれだけど、とんがってる時あるじゃない、人って。 あるよね。いや逆にああいう時代がないとダメと思う、うん。そうだね、自分を肯定するようであれですけど、あの時代があったからこそ、うん、今の私が本当にいると思っているから、ちょっと恥ずかしいけど。まあでも、うん、だからただこの周りの僕らよりの先輩方の面白い人たちに助けられてるよね。それは思うやすさ、うんうん、デージ迷惑かけたはずだし、うん、失礼な発言も多々あったと思いますが。いや本当に失礼だったよね。思うわ。皆さん優しくてありがとうございます。私だから10個下にそんな態度取られて笑ってられるかどうかわからんもん。そうだよな。あ、でも今は大丈夫かな。いやだからやっぱね、人はね変わるし成長するし、そこに気づきが毎回あるっていうところから、こう長く番組やってるとね。そうね、それはありがたいもんですよ。ありがたいですよ、ほんと。本当にね、あのダイジェストってちょっと面白いね。面白いね、うん。あのこれをきっかけに視聴者の皆さんも、あ、アーカイブ全部残ってるでしょ、うん、全部残ってるよ、見てください。であなた的ベスト3も教えてほしいですね。あ、そういうのをツイッターでもその YouTube の SNS で、でも何でもいいので書いていただいて、お気に入りの1本でもいいから。そうそう、でもいいです、でもいいです。それを逆に私たちが
どういう目線で見てくれてたのかっていうのを、うん、私たちはそういう気持ちでお届けしたけど、うん、じゃあ逆にあの見てくださってる皆さんはどういう気持ちで受けてくれたのか、そうだ、ね、っていうのが知りたいかも。ハッシュタグ小ザウラベスト、あ、いいキャッチデージキャッチ、デージキャッチでしょ他局ですけどいいんじゃないですかねえ、うん、私のベストね、うんうんうん、小ザウラベスト、さあぜひ来週は、来週のベスト、来週のベストは宮島ベストをですね、あ、いいですね、やりたいと思っておりますので、はい、いやこれは迷うな、このミッキトニーのチョイスも面白かったし、やばいね、うん、いいね、楽しみ、宮島さん的ベスト3、そう、純粋に個人的なのを選ぶのか、あのちょっと忖度するのか、そなんで忖度、なんで次につながる何か考えないといけないのかな、あー、そこまで考えてなかったやつ、私、いや、いいんですよ、それで考えられる、宮島的で、じゃあ宮島的なベスト、はい、まあ、3を紹介したいと思いますので、はい、また皆さんの優先して任せるよ、またこんな、なんかこんな、なんかちょっと帽子取って、ちょっと甘かな、甘かな、はい、というわけでございまして、はい、ぜひ皆さんのハッシュタグ小ザウラベスト、ぜひちょっとあの SNS でやってくれると、はい、ぜひちょっと嬉しいんでね、嬉しいです、やってみてください、よろしくお願いいたします、教えてください、ここまでは宮島でした、ミキトニーでした、またね、また来週。